テニス教室の久保田です。今回また引き続き Z さん2月の28日、2日目をやりました。1日目やって、そのレッスンの終わりの方に壁の内を、見てですね、でバックスイングの仕方は間違わないようにこうやり込んでおいてくださいということで、練習していただく予定だったんですけども、壁打ちできなかったらしくて、ボール1個しかなくて、その1個が壁を越えて壁の奥の茂みの中に、結構な勢いで突っ込んでったんで、できませんでしたということを言われてました。なのであんまりですね、レッスンやった時に、バックスイングの改善っていうのはあんまなかったですね。ちょっとやっぱり壁打ち、3つぐらいはボール用意しといた方がいいかもしれないですね。本当はいらないと思うんですけど、1個しかね。だけどしばらくは3つ以上用意して、壁打ちに臨んでいただければいいと思います。で、レッスン内容なんですけども、バックスイング完了から、振り出すところを重点的にやりましたね。どうしても、ラケット引いて、引きが甘くて振り出せなくてというか、振り出し方が悪くて、で球の方に近づけたいんだけど、全然こうボールの方に下向きの面で寄ってってる感じが出てこなかったんでね、どうしてもまた逆戻りして、寄せても逆戻り、寄せることもないっていうのもあったし、寄せ間違いもありましたよね。球が遠いのに近いところに落としてしまって横に取りに行ったとかね、そういうミスがかなり多くて、だそこはちゃんとやらないとダメですよということで、バックスイングして寄せる打つっていうのをずっと、他にもいろいろ本当は、ミスがあったんですけれども、その辺はあまりこう言い過ぎないようにして、そこに集中してもらえるようにずっと私はアドバイスしてました。はい。で結果どうなったかというと、かなり改善が見られましたね。バックスイングができればだいたい寄るかなという。でやっぱり力入れて引くとうまくいかないんですよね。上に上がってしまって内旋してしまってるんでね、力を抜いても軽くダラーっとずっとダラッ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 、力抜いたままやってくださいって言って、でじゃあ分かりました、もうゆるゆるでやりますとかって言ってやられた時にうまくいったんですよ。本当もう軽いというか、もうやる気ない感じでふわーっと落とす。でその落とす時に初めてボールの方に腕を出す感じっていうのが分かってくるんだね。力入れてグッグッってやってる間って、グッグッってやった最初のグがちゃんと引けてるかどうか分かんないし、2回目のグがちゃんと出しててるかどうか分かんないんですよ。だからそこを軽くやることによって引き具合だったり、引くタイミングの速さも良くなるし、速くなるし、で振り落とすタイミングも速くなるし、で振り下ろした場所もどの辺に手がいってるのかっていうのを気づくようになるんだね。なのでそこがだいぶ分かったと思うんですよね、今回ね。ただやっぱり例えばクロス側にこう角度のついた球が飛んできたりすると、球ってだんだん右方向側に切れていくんだけども、全然違うところに用意して打ってたっていうのが結構な頻度でありましたね。それも右方向、デュースコートのサイドラインの方に走っていった時がなかなか振り出せなかったんですけれども、まずそこはバックスイング完了して、でもう一歩目でラケットを振り出すようにっていうことをずっと言いました。でどうしてもね、移動し始めるとバックスイングやめていくというか、バックスイング完了する前に移動し始めて、で移動していった後に引いて打つっていうちょっと暴れた動きがまた混ざってきたんだよね。なので、まずバックスイングを終わらせて、で一歩目で出していって寄せていって、それから打ってくださいっていうのをもうしつこく4時間レッスンあったんですけども、もうほとんどそれでしたよね。それをとことんやりましたね。で Z さんは球出しマシンを購入されたということで、もう最近届いたというふうに言われて、まだあんまりやり込んではないみたいなんですけども、
最近届いたということで、まあいろんな角度にからいろんな場所から球を出して、で、まあ、そういう合わせる練習をするといいですよとか、そういうことをもうお伝えしました。同じような球を出してもらえる状態だったら、ちゃんと寄せて打つとか、わざと寄せないで打ってみるとかね、同じところに来るんだったらそういう違いとかっていうのは楽しめると思うんですよね。楽しめるというか、確かめながらできると思うんですよ。それでどういう結果になるのかなっていうのを、やっていただければね、本当いいですよね。球出しマシーンがあるというのはね、なんか40万ぐらいです。どうですか皆さんも、どうですか40万。なかなかの値段ですけどね。やっぱりリモコンとか外付けのバッテリーとかいろいろつけていくとね、そのぐらいの値段になるのかなという気がします。いろんな球種も多分出せると思うんでね。ただ私が思うにはものすごいシンプルなやつでも良かったと思うんですよね。ある程度その球の上下の角度とかは出せて、で、まあ、インターバル、球の間隔も10秒ぐらいまでがこういろいろ操作できる。あと、リモコンですよね。リモコンが使えるやつぐらいのものでも良かったんじゃないかなとは思うんですけどね。ただ本当一番多分いいグレードのやつを買ったんじゃないかなと思います。まあ、なので次がですね、多分もう激変してると思うんですよね。友達マシンであれをやり込んでくれたらもうどのぐらい変わるのかというのはですね、次また2週間後にレッスン、受けていただく予定になってるんで楽しみですよね。これでちょっと変わってなかったらびっくりしますけどね。40万ってなると私のレッスンが80回受けれる分ですからね。どのぐらい違いがあるのか、もう久保田レッスンなんかいらないよ。球出しマシンがあったら、まあ、動画とこれで十分だよみたいな感じになればいいですけどね。もうそのぐらいちょっと、まあ、熱心な方なんで楽しみです。本当にジェッツさんはレッスン最初依頼、まあ、去年依頼していただいてから、まあ、しばらくしてレッスン受けていただくことになったんですけども、まあ、いろいろあって熱いメールをいただいたんですよね。もうすごく長いというか、たくさんの情報をですねいただいて、まあ、これこういう経緯でこういうことになってこういうふうにしたいのにこうでという熱いメールをいただいて、本当はその時ものすごいレッスンスケジュール混んでて忙しかったんですけども、やっぱり私のも気になってね、日程をですね無理くり組んで、やり始めたんですよね。東京の方で最初毎週行くとか、なんかそんなこと言われてたんですよ。毎週行きますみたいな。それはもうちょっとあれなんで、なんかの用事があった時に来てくださいみたいなことを言ったんですけど、じゃあでもやっぱ月3回は来たいなみたいなこと言われてましたね、その時は。で今は隔週というか、まあ、2週間に1回2日間の予定を組んでいただいてはいるんですけどね。まあ、全国あちこち回るお仕事をされているようなんで、まあ、そのついでにとは私は思ってはいたんですけども、まあ、そんな感じでやっていただいております。なので今回結構フォアのバックスイング完了、多分もう違うのが分かってると思うんですよね。間違えた瞬間、僕がいつも言ってるのはその間違いは絶対あってもいいんですよ。間違いあってもいいんだけど、その間違いに自分で気づくかどうかですよね、やった瞬間にね。だからこう今の現段階としてはバックスイング完了した時に、その正しいバックスイングじゃなくて、こういろいろ上に高く上がったり下向きの面だったり、なんかフォアも手羽みたいになってるとかって言ってましたけど、ね、こういう手をやったりするんですよね、たまに。で Z さんちょっと左手もちょっとなんかちょっとおかしいのがありましたね。左手もこうやる時あるんですよね、 Z さん。こう正しくはというか、見栄えがいい左手ってここからこういうこうスーッと伸びたこういう手いいですよね。親指こうしなくてもいいですからね。親指ちょっとこう開けてもいいんで、でも指先4本は綺麗に伸びたこういうのがいいんですけどね。こういう感じ、これがなんかストレートにここからバシッと伸びた感じがあって、
ちょっとこうするとこの辺の張りが変わってくると思いますよ。これで走れって言われるのとこれで走れって言われるのだいぶ違うと思いますよ。これ比べてみたら分かると思うんですけどね、まあ、これレッスンではほとんど言ってないと思います。 言ってないです。言ってないと思います。こうなってる時は結構あるんで、まあ、Z さん帰ったら自分の動画見てみてください。結構手こういう感じ でしかも右手こうやると両方こうやった感じですからね。これこっちがやっぱいいです。ちょっと一直線かちょっと上がったこういう感じだったらいいですかもね。これバックスイング完了。これがこうならないようにで こっちもこうならないように、これ両方手羽っぽいですよね。それにはならないように、ちょっとこの辺左手もちょっと意識して今度やってもらえると、ちょっと肩を落としてね、こうスッと落とした状態でスーッと伸ばした、これには多分ならないと思います。ちゃんと一本スポーンと遠くに力が抜けていくようなストレッチの効いた腕になると思う。これっちこうですよ。まあそれができて振り出すことができればね、この構えができて振り出すことができればかなり安定するとは思いますね。その近づけた感じっていうのがかなり分かってきたと思うんでね。あとはですね、バックハンドに関してなんですけど、バックハンドはおそらくですね、グリップですよね。グリップをもうちょっと左腕で変えてあげないといけないですよね。ちゃんと正してあげないといけないですよね。どうしてもバックハンド、ゼツさんはバック片手打ちなんですよね。で、片手のスピン側のグリップに合わせようとしてしまうんで、それをちゃんと左手でぐーっとこっちにこう絞り込んで引いてくれればいいですけども、2日目やってもですね、バックの方に突然打たれるとグリップがね変わりすぎちゃうんですよね。だから左手使ってないな、ちゃんとこうこっち側にこう絞れてないなっていうのが、私からすれば一発で分かるんですね。もう面の向き見たら分かるんだよね。面の向きとラケットの高さ見たら、あこれ違うなって分かるんですけど、全然こっちのこういう構えからは入ってないんだよね。あの辺はちょっと、気をつけていただければいいですけどね。左手でやるんだ、左手の力を入れるんだぐらいの感じで最初はやらないといけないですね。本当はそんな力いらないんですよ。軽くでいいんですよ。軽くでいいんだけども、 Z さんの場合はもうなんかただあるだけみたいな、逆にスピン側にしやすいようなこういう感じの持ち方になっちゃうんですよ。ちゃんとこうグッとこう絞っていくっていう打ち方になればいいと思います。で、何も言わなかったらこっち側で打ってしまうと、で言うとこっち側にするんですよね。でその言った後の次のショットっていうのは大体上に上がるんですよ。当たりが悪くなるんですよ、ね、もうそれしょうがないんですよね。前側でやって打点を前に調整しておいて、で後ろ側でやろうと思ったらなかなか球がここまで来てないと、で取りに行ってしまったってことで上に上がるんですけども、それはしばらくは気にしなくていいと思うんですよね。球が打点がちょっと合わなくて球が上がってしまったっていうのは気にしなくていいと思います。それよりもこっちのこのグリップ左手でこうこっちちょっとフォア寄りにできるようにっていうのを重点的に練習できればいいと思います。でどんだけねこっちのグリップでどんだけ引きつけようと思っても引きつけられないんで前で取るんですよね。でそれをパッとこっち側で変えてすぐ調整できるかというと、それはやっぱ難しいと思うんですけども、まずはこっちから合わせないといけないんで、これを重点的にやって、これもやって、打点もやってってなると忙しいんでね、これやったんだったら球上がってもいいぐらいで練習していければいいですよね。じゃないと、これやって前で、でこれやってじゃあ後ろでやって全部やるっていうのはかなり忙しいというか大変なんで、まず一つずつこっち側からやる。で、これでやるようになったら打点が前だと上に上がるんだっていうのに気づくようにもなってくるんだよね。順番的にはグリップちゃんとバック寄り、バック寄りというかバックのスライスが薄い方にして打つ。だからフォアの、
厚めのグリップになって打つというのを、うん、やっていただければいいと思います、はい、ちょっと本当あの楽しみですね。私もちょっと球出しマシン欲しいなとは思うんですけどね、あの実際動画見せてもらったんですよね。あの練習されてる球出しマシンで練習してるやつ、綺麗にちゃんとね球あの打ちやすそうな球が来てましたからね。ただあのその時の Z さんの方はちょっとやっぱり手暴れてましたけど、ちょっとなんかうねってた感じがありましたけどね。でまあそれは大丈夫です。今回のあのレッスンで、かなりまとめましたからね、バシッとね、あのままやっていただければいいですけどね。まあその東京に帰っての一発目の練習どんな感じになるのかっていうのは心配ではありますけどね。まあ次、2週間後、楽しみにしております。今回は以上です。